はい、皆さんこんにちは。 AKB48 の17期生の水島美優です。やっとドライブ企画が始まります。長い練習を経て嬉しいということで、今日はですねゲストの方をお呼びしております。今日のゲストはこちらの方です。こんにちは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。わーい、お願いします。お願いします。ドライブ企画。はい、ドライブ企画、私が運転するので、はい、乗っててください。乗ってるだけ。はい、乗ってるだけ。めっちゃ怖い、一番怖いでも一応私も免許証と保険証だけは持ってきたんで保険証大丈夫保険証大丈夫なので任せてくださいね。とても不安ですけど。いやいやいや、もう大丈夫、バッチリ。じゃあ今日は無傷で運転したいと思います当たり前楽しみたいと思います。行ってきます。まだ怖いですか？もう怖いっすよ。それは怖いっすよ。だって怖いっすよ。もう鹿の動物注意出てきた。ありがてえ。ありがてえ。なんか安心する。都会じゃなくなってきた？うわ、走ってる。やばい。今走ってる。これは出るときはこう行きたいからあっちに行くよ。あっち。でも後ろにしたいから、うん、バックはこっちに行くよ。だから行きたい方にやるからこっち。いや、こっちじゃない。こっちだよ、多分怖っ。そうだ、こっちだ、こっちだ、はい、これが、そうだ、こう行きたい、あ、違う、こう行きたいから後ろで考える。そうそうそう。大丈夫かな、わかんないわかんない。わぁ、うわ、走ってるやばい、今走ってる走ってる走ってる。でもまあ、まあ騒ぎすぎると私はすぐに調子こきたいから。そっか、パーキングエリアあるから高速。確かに東名高速ですね。なんでハルピョンさんを呼んだかっていうと、はい、確かに、運転免許を持ってるからです。どういうこと？最悪何かあればみたいな。そうです。あとは仲良しだから一番。ありがとうございます。それは嬉しい。そう、まあ、なんかあっても大丈夫だろうみたいな。まずはね、やっぱ運転免許ないと指示してくれないので誰も。いや、私も指示はできないです。90出てますよ、90。あー、怖い怖い怖い。でも私も、うん、免許は持ってるといえど、うん、東京は運転したことないんですよ。都会はというか、あ、富山はあるけど。富山はそう、ママの車とかパパの車とかはあるけど、都会も東京ってなんかレベル高く感じますよね、うん、なんか早いイメージ。そうそうなんです。混んでるな。どこ行くの？内緒です。まだめっちゃ集中してるけど。え、大丈夫？顔大丈夫？アイドルの顔してますか？アイドルかわかんないけど集中してる。アイドルの顔してる。真面目なみずみを見れるチャンスじゃん。そうです。いつもヘラヘラしてるから。ちなみにこれのやつを下に向けれたりしますか？どういうこと？目にめっちゃ空気が当たっている。あ、これね。はい、ありがとうございます。エアコンね、怖いね。まだ怖いですか？いや、もう怖いっすよ。それは怖いっすよ。だって免許持ってる要員で呼ばれてるってことは、うん、何かあったら変わるってことじゃないですか何かある想定で今動いてるってことじゃないですか？そうですちょっと正直言っちゃうとそうなんです。怖いっすよ。実はそりゃ集中できてるから大丈夫。人に、うん、集中できてなかったらやばい。すごい真面目。そう、めっちゃ真面目。真面目に。イエーイ。ダメ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 。メンバーの助手席に乗るの初めてかも。私もだって誰も、え、てか友達とかも乗せたことないから、はい、初めてです。初助手席いただきました。楽しいですね、ドライブまだ全然だよ、走って。まだ全然。あれ、結構走った。まだ7分ぐらい走って。めっちゃ楽しい。北海道では運転したの？免許取ったのが2年前で、免許取ったその日と、うん、それからあと1回ぐらいしかない。ええだから本当に初心者。初心者だ。でもちゃんと教習所行ったし、うん、ね、多分大丈夫笑いながら多分大丈夫っていう時は大丈夫じゃない時も大丈夫ない。多分大丈夫。
ばい、警察、警察怖い、わかるわかる、警察怖い、何もしてないけど警察怖い、何もしてないけど怖いよね、わかるよその気持ちは。マジででも最初がハルトンさんで嬉しい、よかった免許持っててよかった免許持ってて、免許持ってなくてもハルトンさんだから怖い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 。え、アルピョンさんは、はい、急に話変わっていいですか。どうぞ。あの、私の第一印象何でしたか。こういう話したことなかった。確かに、はい、第一印象、一番最初に会ったの多分キスバリエイト、うん、チームエイトの舞台やらせていただいてた時にお手伝いとして17期の子たちが来てくれて。そうなんです。マジで覚えてない。え、一番最初覚えてますよ。何、アルピョンさんが制服姿で、あ、写真撮ろうって言ってくれて、はいはい、そう17期かわいい先輩は誰だと思って、ありがとうございます、優しいなって思いながら、ありがとう、写真撮って、うん、でもなんかその時の方が大人に見えた、うん、おいおいおいセーラー服着てる方が大人だってなんかおかしいやん、中身知らない真面目な大人の先輩だと思ってたんだ中身知らないからかな、なんかめっちゃ大人に見えました。だっていつ入った？2年前、3年目、3年目、こちら11年目、7年違う私で言うゆきりんさんみたいな。え、本当だ。そうだから、ゆきりんさんを、私がゆきりんさんを隣に乗せて運転してるってことでしょ。え、かっこいいじゃん。みゆ絶対無理絶対無理だ、絶対無理だよ。お、鹿の動物注意出てきた。ありがてーありがてー、なんか安心する。都会じゃなくなってきた。いいんじゃない。本当にどこ行くんだろう。お菓子開けていい。いいですよ。ドライブ感出てる嬉しい。大人になったんだみゆって。やっぱりそうだよ。あ、次逆カーブきます。はい、あの、言ってください。口に入れるんで。口にすることって大事。じゃがいこ欲しかったら言ってね。あ、そっち口に入れてあげるからって。わかりました。なんで AKB になろうと思った。え、なんで。でもずっと小学校の頃からなりたいって思ってたけど、うん、AKB、 はい、 AKB になりたいって思ってて、むしろもう AKB しか見てなかったから、うん、AKB しかあれだったんですけど、うん、でもなんかやっぱ北海道だからっていうのもあって、あ、はいはい、親に反対されてなんかね、出るってやっぱり小学校で家族で行かなきゃいけないし、うん、ハードルが高くて行けなかったけど、でも高校卒業のタイミングで運よくオーディションがあって、あ、今なら行けるんじゃないみたいな、今だったら進路的にも行けてみたらって言ってくれたから、あ、まあ落ちるだろう自分は落ちるだろうみたいな感じの気持ちで受けたら進んでってこれ夢ではなくなるのではみたいな感じで買って、で親、本当はね学校が決まってたから、うで、お金とかも払ってたんですよ。うだからお母さんとどうするみたいな感じで話し合ったけど、私はもう絶対こっちになりたいと思って、う話し合って、でもお母さんも美恵の人生だからやりたいようにしなさいって言ってくれて、来れました。素敵。ハルピョンさんは何でやろうと思ったんですか。私も AKB が好きで、うん、めちゃめちゃ、でもやっぱどっかで芸能界に入りたいっていう気持ちはすごいあって、うんうん、幼い頃からで、ずっと見てたのが AKB、うん、で、ずっと AKB になりたい、AKB 好きってずーっと小学校の頃からずーっと言ってて、で、親がまあ諦める、これを受けて落ちて AKB を好きなのは諦めるだろうと思って、それこそ当時はチーム8っていうのがあって、うん、各都道府県から1人ずつだったから、うん、やっぱ富山で活動したりとかもできるっていうのがあったから受けよう、うん、富山だから受けれないと思ってたけど、逆に富山だから受けれるチャンスがあった。すごい、めっちゃいい。そうだから受けてみたらなんか進んじゃって一緒よ、途中まで一緒よ。だからやっぱり受からないだろうと思って受けますよ、ね、そうそうそう、受かっちゃったみたいな。なんか進んでるんだけど、うんうん、やっぱ周りにはめっちゃ可愛い子もいたし、うん、なんかすごい特技持ってる子もいたし、うん、分かります。絶対この子が受かるんだろうなって思いながらも、東京来た時、あ、無理だって思いましたもん可愛い子多すぎて。そっか、東京でやったんだもんね最終オーディションは。どちらはもう富山でやって。あ、そっか、そう、運命まだに、あ
んな大号泣してた私が受かったのが不思議でたまらない。泣いたんだ。誰がいいって言ってくれたんだよあんな私を。泣いたんだ。19歳で泣くってだって。何で泣いたの？え、歌唱で泣きました。でも歌えてない、多分泣いてたから。なんで泣いたの？え、だって審査1番目だったんですよ。101番で1番目で緊張だね。確かに私東京初めてだし、うん、その審査とか ね確かにやったことなかったから。まず本州初めてだしね。そうなんですよ。不安で仕方ないし。やばいそれ。待って、静岡。静岡バレた。静岡。静岡に入りましたよ。静岡まで来ましたよ皆さん。え、もう入ったんだ。うん、今静岡って書いてあって、マジで落とせなかったけど。本州早っ、すごいな。カーブも意外と走れてない。うん、すごい。すごい。プロじゃないよみたいな。調子に乗らないでください。本当に。そういう時が一番怖い。はい。真面目に。まだやめて。はい。いいよ、この。いい女ですよ。青と緑と、なんか言ってる。ごめん。でもそっち刃ある方だから漏れない方ですよ。漏れてる漏れてる。え、マジで漏れてる。え、ほんと、え、待って、この絵絶対使ってほしい。かわいい。かわいい。漏れてる。太陽光。晴れてよかったね。本当に。自分も落としてくださいね、晴れて。でもいいんですよ。推しが映ってれば。ダメですから。これね、ちゃんと映像。あ、対向車行った。対向車じゃない。なんて言う？対向車こっちから一緒に。なんて言う、あれは。あれは、なんて言うんですかね。反対車線。反対車線は違う。全部違う。できる運転。おー、運転してます。うん、真面目に運転してくださいね。怖い怖い。まだ怖い。まだ怖い。じゃがりこ食べたい。はい、すいません。はい、早すぎやろ。早なすぎやろ。元気出る。よかった。それも入れるのも下手だけど。うんうん。なんかありますか、聞きたいこと。じゃあ私言ってるから。おお。おしめし？うん。でもやってほしいっていう人多かったけど。でもその場合どっちがあれになるんですか。いや、そりゃお姉ちゃまって言う方でしょ。え、言う方なの？え、言うんですか？そりゃ言う方でしょ。ん？もう妹？なんか、いやいやいや、似合うじゃん。いやいやいや、もういいよ。もういい、やばい、雑魚運転、雑魚運転。24歳のお姉ちゃんはもういいよ。大丈夫。でも自分に、私も20歳なんで、きついかも、それは。やめよっか。ちょっとやめよっか。めっちゃ売れます。あれ、なんだっけ？ハートの独占券。あー、やりたい。かわいい。ハートの独占券やりたい。やりたい。あれやりたい。紫がいい、私衣装。ピンクでいいよ、じゃあ。じゃあピンクでいいよ。次のね、ドボンライブでやりましょう。ファンの方が頑張ってくれなきゃ、まず。お願いします。もうすぐですね、降りますよ。あ、一緒なんだ。この車も。一般道です。一般道ですので、ね、信号があります。はい。あとは、右からも左からも守んなきゃいけない。はい。一般道の方が私は危なっかしいです。怖いよ。また怖さ、ここで復活？復活してきましたか。でもここで降りるってことはね、もうそろそろ静岡付近ってことでいいですか？静岡付近です。え、うさぎ島だって。待って。ねえねえねえ、右折してよ。やだ。ぴょんぴょんしない。今んとこ行きたい。何うさぎ通って知らないけど今んとこ行きたい。違う。今んとこ違いますよ。発表しますね、どこに行くか。こんな急にタイミングで私が行きたそうなところです。多分ミスリンが行きたそうな静岡でしょ。何が好きなんですか。動物園。じゃあ動物園。じゃあ動物園で車使うところですね。車使う動物園なんてあるの。あります。言います。じゃあ、はい、サファリパークに行きます。富士サファリパーク。そう、富士サファリパーク行きたいなと思って。え、聞いたことある。え、そう、でも私も行ったことなくて、行ったことない。どんな感じか分かんないけど、トラとか、うん、大きい動物が私めっちゃ好きで。へえ。
でも間近で見たい。大きいのが好きなんだ。大きい動物が。あ、富士サファリ見えてる看板。え、もうちょっと500m。 もうだ、アリアさん、もうですよ。え、到着ついに。もうだ、嬉しい。ずっと楽しみにしてたこの日、この日のために上州頑張った、うん、ありがとう、本当に。はぁ、はぁ、ほば、り、はぁ、あ、く、うわーい。楽しみ。富士サファリパーク。これ壊れてる。クマゾーンです。はい、クマです。兼猛獣ゾーンだって。レッツゴー。クマゾーン開いた扉。すごい。行きます。危険ってかっこよくない？危険ゾーンに入ってるんだよ。だって自分かっこいいくない？なんて、なんでなんか冒険家みたいでかっこいい。危険。クマ、え、あれ、あれ、いるじゃん。小グマ、かわいい、かわいいよ。もういるじゃん。すごい、結構活発じゃない？あれで小グマなの？あれ小グマですよ、多分。でかっ。え、ちっちゃく見える時かな、今日いいから。え、多分小グマな気がする。いないけど、もうあっち行っちゃった。暑いから日陰にいる。え、すごい。え、寝てるよ。ちょっと近いって。え、あれも置物じゃない？さすがに人間、あ、人間じゃない。ね、みずみんとツーショット。こっち見て、みずみん。いいじゃん。あ、いいね、いいね。はちみつ食べたいな。ごめん、ちょっと大丈夫。ちょっと近い。はるぴょんさん、どうですか？楽しい？え、すごい楽しい。よかった。クマにテンション上がる。みずみさん、え、かわいい。何、水浴びしてるの？かわいい。ここ前じゃない？全然でかかったわ。でかグマだよ。あ、いい感じ。撮れてる？撮れてる。クマが歩いてる。え、顔かわいくない？お目目くりくりで。いいね。かわいい顔してるね。すごいですね。こんな考えた人天才。ね。ありがとう、私のために。みずみんの今日のためにね。本当にありがとう。ゾーン変わるんじゃない？お、危険猛獣ゾーン。え、クマより危険ってこと？いや、でもさっきも帰った。待って、ライオン。うえ、ライオンだ。心配ないさ。心配しかない。あ、そこ。ね、やっぱさ、みんな暑いんだ。暑いね。みんな寝てる。かわいい。暑いね。かわいい。うん、仲良さそう。みんな暑そう。でもみんな仲良し。ねえ、狙われてる。やばい。近っ。あ、あ、ちっちゃった。あ、ちっちゃった。すごい。すごい。日本にこんなところが。歩いてる、歩いてる。オスとメス、やっぱり2人で一緒にいること多くないですか？夫婦なんじゃない？素敵ね。日本のさ、日本じゃない、人間のさ、うん、おじいちゃんとおばあちゃんみたいな。かわいい。また次のね、このゾーン来ました。 次どこなんだろうな。トラトラです。映せました？トラゾーン大丈夫。トラは好きですか？大きい動物に好き嫌いを持ったことがなくて。あ、そうなんだ。そうだから今クマとライオンは好きになり始めました。えねえ、単純じゃん。そんなさ、すぐ浮気する人と一緒じゃん。違うって。 DJ だもん、それは。違うって。え、トラだ。トラから。トラからしてる。待って、トラだ。トラかっこいい。やっぱトラかっこいいな。トラってトラなんだね。本物のトラ柄ですよ、あれ。うん、偽物じゃない。え、彼女感かわいい。明日はどこに連れてってくれるの？海外。車で。うん、どうやって海も渡るよ、車で。怖い。この彼氏怖い。かわいい。最高の彼女じゃない？ありがとう。
次は何の動物だろう。続いてはあ、ヒョウ、チーター。チーター、チーター、チーターってあんまり見ない気がする。いい、いた、いた、早い、もういた。どこどこ、もうそこ歩いてます。ほら、あ、いた、早い、なんか足早い、え、足早い、やっぱり。でも猫っぽい、一番トタトタ歩いて、猫っぽくないですか。え、顔ちっちゃくない。走ってるって、早い。で、でもに猫っぽい、一番、あの、うん、ライオンとかよりも細くて筋肉質だ。え、いっぱいいる。車が、これ大変だ。車が大変だ。え、かっこいい。一番活発じゃないですか。やっぱ暑さに強いのかな。え、筋肉やば。やば、かっけー。なんか、え、かっこいい。なんかムキムキ。初めて生でチーター見た。え、でもあんな水玉あるんだ。え、チーカー。え、あの車大サービス受けてるじゃん。狙われてる。ぐるぐるされてるよ。食べられるんじゃない。どうですか。楽しいです。彼女、彼女だ、彼女が運転できる彼女、マジでいいよ。え、本当に来てよかった。ありがとう、嬉しい、本当にありがとう。また来たい。お、あ、待って、な、おいしょ。え、早い、早い、日本語喋れなかったもん、うち。あ、でも、そう、よー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 って、やーって何。いやーそう、めっちゃ走ってた。やっぱ速そうな走り方だった。ね、ゾウです。ゾウです。取れました。はい。あー、でっか、でっか、おちり、かわいい。ゾウのおちり、ゾウのおちり、なんかもうパンツ履いてるみたい。すごいって、元気すぎる。さすがにすごいって。しかも刃、刃じゃないか、牙あるのがオスですよね、多分。どこ、かわいいぞ。え、宮沢大好きなんですよね。めっちゃ牙でかない。てか、でっかぞ、あれに。え、ゾウでっか。初めてゾウを生で見た。え、こんな、え、近っ。ゾウ、ゾウです。かわいい。すごい、尻尾ゆさゆさして。ゾウと、いいね、ゾウとどう一緒の画面にいる今。え、可愛かったな、ゾウ。ゾウめっちゃ近かった。大きかったね。一般草食ゾーン、危険って書いてないですね。だから危険じゃないんだ、草食だから襲って。待って、ゾウもまだいる。サイ違う、ワーニングではある。何ワーニング、気をつけてね、サイか。キリンもいる、いっぱいいる、草食動物が。待って、鹿、見てください、バンビ、バンビ。え、一番かわいい、かわいい、かわいい。ほっせー、ほっせーで、カリ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 です、かわいい、カリカリちゃん、近い、こっちの方がいい。バンビ、やばい。白雪姫、私ってもしかして白雪姫。え、私って白雪姫、この世で一番かわいいんじゃない、もしかして。え、白雪姫って小人にいるんじゃない。え、かわいい、これバンビ、本当になんか言うとられますけど、鹿ではあるんじゃない。バンビでか。え、マジで、待って、いいよ、これ日本だと思わんよ。これだけ乗せて海外行ってきましたって言ってもさ、言える言える、わからないぐらいさ。あ、これかわいい、ちっちゃいね、うち推し、すぐ作るからさ。え、かわいい、でもかわいい、わかる、推しになる気持ち、わかる。今怖かった。すごい。今怖かった。え、マチにもちっちゃい、もっとちっちゃいですよあれ。いや、うちはあいつが推し。推し変しないタイプだ。うん。一回決めたら。じゃあミユも。うん。ちっちゃいな変。次は何でしょうか。あ、終わりかな。終わりかな。終わりっぽそうだな。終わりっぽそう。ありがとうございました。いいね、癒されるね。ね、可愛かったですね。本当に。あ、戻ってきたから多分終わりですね。え、可愛すぎた。幸せ。よし、楽しい。最高。もう終わりなの、もう一周したいな。いいな。ほのぼのとした、なんか久しぶりに幸せな、なんか普段と違う、なんか動物の幸せな感じ。うんうんうん、自然と触れ合う感じね。とか、なんかこんなに平和な気持ちになったの久しぶりに。やめて。なんかあった？なんもないけど。なんか
なんかやっぱり日々忙しいじゃないですか、うんうんうん、ありがたいことでね、久しぶりにこういうなんか休日っぽいことができてる、うん、確かに感じがして、お仕事でやってるっていう感じではない、うん、なんか自然体の水島って感じ、うん、自然体水島最高でした、最高、どうでした、あんな近くで動物見れることない、ね、本当にめっちゃ楽しかった、すぐそこだったよ、うん、だって歩いてきてもいいと思う、向かってきてた、最高、何が欲しい、まあ後でね、ね、後で、後でじゃあゆっくりね、しし話しますね、はい、ありがとうございます、楽しかった、楽しかった、乾杯、下からだみゆ、いただきます、いただきます、うん、うん、うん、しょっぱい、美味しい、ちゃんとそうだ、ちゃんとレモン、ただアイス食べてる映像なんだどうでしたか今日は、辛かった、てか酸っぱ、美味しいちゃんと運転できるんだね、できますよ、すごい、ちょっと途中危なかったけど、ちょっとね一般道ちょっとねちょっと怖かったけどねでもこっから、うん、サファリパークでめっちゃ動物近かった、うん、そこそこ、なんかいいですね、いい時間、大人って感じした、大人って感じしたなんか確かにこれまでの動物園ってちょっと遠いイメージ、うん、柵があってちょっとどっか遠くにいて、うん、でも近い、近い、窓挟んだらすぐそこ、歩いてた目の前嬉しい、来てよかったですか、あ、来てよかったです、あ、よかったありがとうございます、連れてきていただいて、嬉しい、わざわざ富士サファリパークの、ハルピョンさんと来れてよかった、あ、え、そういう感じ、ええね、またやりたいなって、やりたい、ぜひ、うん、ぜひよろしくお願いします、僕やりたいです、その場合はどうしたらいいんですか、グッドボタン、あ、いっぱい、はい、ね、再生回数とかないとやっぱり継続できないので、はい、たくさん見てほしいのと、はい、コメントとグッドボタンと高評価と拡散、一番大事なチャンネル登録、チャンネル登録お願いします、ぜひまたこの企画第2弾、うん、第2弾欲しい、なんか私は嫉妬するけど第2弾別のメンバーとかももしかしたらあるかもしれない、うん、もしかしたらまた2人かもしれない、私もまた2人かもしれないし、ぜひぜひいろんな方に見ていただいて、見ていただいて、で私もどんどん先輩方とか後輩とか、うん、同期とかと交流をね、交流とか輪を広げていけたらいいなって思ってます、うんうん、ぜひ応援してください、またね、またねー。